はい、ということで、生駒さん来まして、前にね、ずらっと4台並んでます。で、それぞれオーナーさん、ちょっと集まっていただいて、まあ4台あるんでね、ちょっと簡単に紹介していただいて、セールスポイント、お車のセールスポイント、ちょっと考えとってよ。考えとってくださいね。余裕ぶっこいてる人もいますけど。はい、そんな感じでちょっと紹介していきたいなと思います。では、はい、まずこちらのワゴン R、 はい、お名前を、オーナーさん、お名前、飛田です。飛田さん、はい。で、車種はワゴン R、 ワゴン R MH34S 前期型です。34の前期ですね。はい、はい、黒でもデアでまみれまみれで、はい、D1 好きなんで競技車風にちょっとやってみて。おお、ドリフトが好きなの。ドリフト好きですね、はい、ドリフト好きなんで。このエアロは後期用のエアロなんですけど、はい、それを前期用に加工してもらって、おお、後ろ前後一前後とも、はい、これメーカーさんは DAD で、デアでね。こんな感じ、結構低いですよね。これで普段乗ってます。足回りはこれ車高調、車高調と J ラインのアクスル、アクスルが入ってるんですね。70ミリダウンですね、はい、キャンバーゴード、キャンバーゴードね。で、車高調は K ブレーク、 K ブレークの車高調。はい、はい、じゃあそのセールスポイントは、ヘッドレスモニターとバイザーモニター全部1台分ついてるので、はい、夜キラキラして、うわ、中もえぐいわこれ、うわ、全部ディルスで揃えています。うわ、すっごい、めっちゃお金がっとやばいなこれ。後ろもウーファーがついてまして、はい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 、あ、もうこの辺やね、だから、はい、ヘッドレストモニター、これ、これもう売ってないやつ、もうないですもんね、はい。で、ウーファー入って、はい、で、後ろも入ってるんですかね。後ろも入ってます。うわー、これ誰に見せるねん、いうやつやね。後ろの運転手に。ねえ、これ誰に見せるねん、いうやつですよ。すごい。まあ、この辺が、もうヘッドレストモニターも希少ですからね。まだ動いてくれるんで。ああ、ちゃんと動いてますよね。はい、これが、まあ、一番のセールスポイント、はい、ということで、なかなかこの方のワゴン R でここまで見ないですね。そうですね、ね、なかなか全部ディルスで統一させてるんで、はい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 、他のもんは入れんと、入れずに、はい、ということで、今後は、今後はこれの維持もしつつ、ちょっと傷んできたちょっと順次モノグラムに変えていって、あ、はいはいはい、で、ちょっと仕様を変えての変更を考えてます、うん、なるほどね、なるほどなるほど。まあ維持も大変だ、維持も大変です、維持も大変ですね。じゃあ、まあ、このスタイルを貫きながらね、はい、今後も頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。で、続きまして、このアルファード30、かっこええわ、ありがとうございます、かっこええ。一番アダルトな仕様になってますけどもはい、お名前を、あ、丸山と言います。丸山さん、はい、はい、地元なんですかね。地元です。ここからもう20分ぐらいです。20分ぐらい、はい、はい、で、生駒さんで、これはコンプリート的な感じで購入された感じですか。そうですね、でも、まあ、エアロ自体はギャルソンじゃないんですけど、はい、これどこのエアロなんですか。クールさんの、はい、サイドも全部、あ、クールコンプリート、こういうの、あ、ほんまや、ほんまや、そうですね。ただ、まあ、アイテム的なものは、あ、こういうね、コンとか、と、ここね、とか、中ね、ハンドルカバー、この辺ね、全部、はい、入ってます。こんなんもあるんですね、汚れんようにね、はい、これ足回り、まあ、エアサス、エアサスですよね、はい、プールさんということはどこのエアフォース、エアフォースワンが入ってる、はい、エアフォースワンじゃない、エアフォースです
ワン言ったらもう大統領、ね、大統領飛行機になってしまうよね。はい、これサンルーフもついてますね。ついてます。はい、なかなかアダルトの、どうしても欲しくて、どうしても欲しくて、どうしても欲しくて、はい、でこの車の一番のここ見てくれポイント、自慢ポイント聞いてるんですけど、自慢ポイントは、はい、あのエアロがねギャルソンさんじゃないんで本当は外見と言いたいところなんですけど、はい、まあ、中で、まあ、ギャルソンの、いや、いいんですよ、いいんです、いいんです、あの、イクマさんにそのよいしょしなくていいです。今はね、愛車紹介なんで、どこが一番気に入ってるかって自慢のポイントです。まあ、やっぱりもうやっぱ外観です、ね、外観はい、もうこの辺も含めてですからね。はい、この辺もね含めての外観ですからね。はい、ということで、まあまあもうほぼコンプリートで買われたんであれば、ね、今後って、今後は、まあ、最終的には今クールさんのところであのフロントバンパーが出てるので、はい、最終的にはそこに変えたいかなと。フロントバンパーっていうのはもうフルバンパー、フルバンが出てるんですね。もう最高の30後期の最終エディションみたいなのが出てるので、なるほど。でもこれ細かいところもこの辺もメッキホワイトアウトしてるんですよね。あのこれもクールさんのパーツ、クールさんのパーツなんや、これ。ここもあ、だからその辺、あ、本当や、ロゴも入ってるわ。まあ、なかなかちゃんとコーディネートされてる1台ということで、はい、じゃあまあバンパーが出たら、まあ、バンパー自体はもう出てるんですよ、ラインナップされてるんですけど、あ、まあ、そのうちまたそのうちね、まあ、これに飽きたらということですね。そうそうそう、そんな感じで、はい、分かりました。まあそんなん言いながら、まあデアでもまあそうです、つけていくと、まあ、人間そのも昔から好きなんで、そうですね、うん、もう満載ですからね、中はね、はい、まあ、追加していくということで、はい、こんな感じで、まあまあ長いこと乗っていただくように。そうですね、今回はちょっと長く乗りたい、いつももうだいたい3年か4年周期ぐらいで乗り換えてるんで。そうですよね、そういうのは、まあこれ新車で買われたんですか。いや、これ中古です。中古ですか。中古でこの状態で。ああ、じゃあまあまあこのスタイルが気に入ってということで買われてるんで、まあできるだけ長く、はい、大事にしたいと思います。はい、ありがとうございました。で続きまして、こう言って和歌山から、はい、お名前を。松本まなせです。まなせ、ま、松本まなせ、はい、はい、かわいらしい名前。あ、ありがとうございます。車がワゴン R スティングレイ、スティングレイ、はい、MH44S、 44S、 はい、44S になるんやね、はい、これ何色って言うんやろ。これ何色って言うんやろ。お母さんからもらったもので。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、これほら初心者マークやん。はい、まだ免許取って半年ぐらいしか経ってないんで。あ、そうなんや。で、中古の車は乗りたくないっていうのをお母さんに伝えたら、うん、じゃあお母さんに乗ってる車いいって言ってくれたの。はい、すごいギャルソンが好きで、その頃からこの車をちょっとずつ作り上げてもらって、ちょっと待って、小学5年生の時から、はい、ギャルソンは何を見て好きな、オートメッセに初めて行った時に、うん、あのスワロベンツを見て、うん、すごい綺麗やなと思って、もともと車好きなのもあって、うん、デモカー見たりとかして、はい、すごいハマって、そこからずっと小学5年生からね、はい、オートメッセ行ってね、はい。なかなか、多分そのオートメス僕も行ってますよ。出会ってるかもしれない。出会ってますよ絶対ね、はい、ちなみにうちの娘ちゃんと同じですわ、もうこの初心者マークね。あ、年齢は多分、18歳、はい、18うちの娘ちゃんは22歳なんですけど、はい、はい、23か。怒られてまうな。でもこんなセンスないな、レアデーが好きやっていうのは。そうです、うん、そのあのスワロのベンツがインパクトあって好きになったって。そうですね、で、ララポートの方に店があるときに、うん、初めて BAD のジャンバー、すごいサイズ大きかったんですけど、ジャンバーをプレゼントで買ってもらって、それを小学校に着ていってました。ちなみにお父さんとかお母さんとか車に興味があったり、両親2人とも車好きです。ああ、
ちょっと車庫タン乗ってるとか。そうですね。あ、ちなみに車種だけ教えてください。お母さんは N ボックスです。 N ボックス、はい。でお父さんはステップワゴンです。普通やな。もうね、年やから落ち着かなって、ね。まあ、あ、そうなんやね、はい。ちょっと待って、トシーって、はい、ちなみにお父さんとお母さんの年齢をお願いします。シークレットで、はい。じゃあ、お気に入りのポイント、お気に入りのポイントはこの後ろ、後ろステッカー、ライト光った時にこれがずっとつけたくて、この前やっとつけてもらったんで今は一番それがお気に入りですね。これどうなってん、 EL パネルか。はい、すごい、なんか綺麗に出てんな。そうなんです。でこの子夜になったら前も青で光るんで、その青でこの子、この子を言うてもと、はい、エアフェイスも青で光って、ここも暗かったらはい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 ね、はい、こことこれとね、全部青で、はい、へえ、でなんかえぐい、もう王様が乗ってそうな、キラキラが好きな、すごいよな。へえ、まあまあまあすごいアクセサリーがたくさんですね。そうですね。今後なんか こんなんつけたいとかあるんですか。あ、車庫ね、うん、このワンワンある自体は気に入ってんの。最初はあんまり色好きだったじゃないし、あんまりやなと思ったけど、乗ってみたらすごい愛着湧いて。そうやな、うん、自分では買えへん色やし、うん、はんはんはん、中古じゃないもんね、はい、お母さんのお下がりやからね、はい、中古は乗らない、決めてる。じゃあもう潰れるまで頑張って乗ってくださいね。はい、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。はい、ラスト。怖いな、なんか。何ですか。子供はなんか怖いな。このグラインダータトゥーのセレナ。そうですね。はい。お名前は。あ、村田です。あ、村田さん、はい。キャプテンと同じ。そうですね。あ、村田なんや。はい。はい、セレナね。はい。まあもうやってるぜって感じですよね。でもないっすけど。そうっすか。パーツが全体的に少ないから、特にまあまあまあ2号の前期となる。そうやね、ノアボクとかに比べたらちょっとセレナ、うん、アフターパーツ少ないかなですけど、だいぶ少ないです。でも見てほら、ホイール、ホイールはこう、もうセレナさんやっぱりその辺がそうですよね。これ全部手張りなんで、ね、一つもずつガチ。そうっす、自分で貼ったわけじゃない。貼ります。マジっすか。これはちゃうでしょ。これは売ってるけど、これは売ってるやつは貼ったでしょ。そうですね、まあ、これもソアロは貼ってないですけど、ここもソアロ貼って貼ったんですか、これも。あ、そうです。このピラーも全部手張りなんで、これも。そうです。これも。そうです。まあ、このワイパーも。そのスワロ自体はお前エグいなこれ。スワロ自体はどこで買うんですか。まあ、でも普通業者とか通販とかで、はいはいはい、まあ一応本物正規のスワロスピードを買って、はい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 、ってるみたいな。えぐいなこの辺も。そうですね。すげえわ、ガチや。これって接着剤とか使って。そうですね、ボンドで。取れんもんですか。ボンドによるんですけど。こんなん握るじゃないですか。はいはい。なかなか取れないもんですよ。あ、そうですか。で、スーパー X っていう攻め台を使ってて、それってあるある、ちょっと高いやつ。90% ぐらいしかガチ固まらないです。で、多少動くから振動に強いんですよ。はいはい、ああ、そういうこと。そうです。だから衝撃とかで普通にピタッと張っちゃうと、ちょっと逃げがある分。そうそうそう。でもところどころやっぱり剥がれるんですよ、洗車の時とか。洗車機通す。洗車機通さないです。手洗いで洗っててもやっぱり年数経ってるんで。はい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 。5年ぐらい経ってるんで、やっぱりまあ、ね、ずつ外れてくるんですけど、もう今処理するのめんどくさいからやってないんだけど。いや、すげえな。
やろうと思ったのがすごいよ。もともとギャルソンちゃんがあのこういうスワロのホイール出してるんですけど、うんうんうん、それって結局このボルテスターってホイールのここにスワロ入ってるんですよ。はいはいはい。でもともとこいつがここ黒で、はい、でここアルミなんですよね、もともと。それを黒に塗ってもらって、うん、でここにスワロ貼ってるんやったら、はい、ここにスワロ貼ろうやないか。で普通にスワロ貼っちゃうと味ないんで、うん、モノグラムの形にしようか。なるほどね。ギャルソンっぽく。いやでも、うん、ホイールだけじゃなくてホイールナットもね。そう、これはもともとギャルソンさんに昔あったジュエルナットっていう、ね、はい、今もあんまないんですけど。今店内にはありましたね。そうですね、はい、まだ何個かありましたね。それも使ってるし、マフラーも、マフラーはギャルソンじゃないですよ。あ、違うんだ。ギャルソンじゃないけどギャルソンのエンブレムあって、うん、ギャルソンチックに。すごいな。いや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 、パッと見は気づかなかったです。もうということはもうこれが売りやね。もうすごい売りですね。手張りのスワロ、ギャルソンバカイコールスワロフスキーなんで。ギャルソンバカ言うてもとるから、ね、基本的には。だからああいうゴールデンメーターもあれ正規の活動をしてないですけど、はい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 、もうそろスワロ貼れてくれてるんですけども、ね、貼る場所が欲しかったからあそこにメーターつけたんやぞと。 そうですね、すごいなこれ。どれぐらいかかったですか。もうわからないです。もう延べの、いやいや、延べ多分この1年分ぐらい近くは行ってると思いますよ。いろんなもん含めたら。ああ、もともとこういうセレナかける2、黒のセレナやったんですよ。もう箱替えして、お前ハイスターやったんですけど、今度ライダーで、はいはい、ちょっと距離が前の車29万キロ走ってたんで。おお、なかなかっすね。でこの加工するのに期間はどれぐらい。ね、ホイールとかははい、その夜な夜な仕事帰ってきてから貼ってるんで、まあトータル2日間ぐらい。え、そんなもんでできるんですか。いや、もうなんか夜な夜な頭にライトつけて駐車場で貼っていく。だから中途半端に終わらないですよ、やりだしても。ああ、そっか、1本出来上がったら。そっかそっか、いいですけど、これ1枚だけ貼って終わりとかできない。ああ、そっかそっか、うん、途中気持ち的にもね、うん、1本ずつ仕上げていくみたいな。なるほど。いやー、でも手間もお金もね、時間もかかって、まあそうですね、作り上げた。そうですね。これでもまあこの状態から今後はって言ったら、今のところもあんまりね、ここから進化するどこしようかなって感じなんですよ。なかなかあんまりね、もう貼れるとこ、もうスワロ多分貼らないっす。スワロの熱冷めてるんで、ちょっと、ね、ああ、なるほど。じゃあちょっとスワロとは違う何かを見つけ出すっていう感じですね。そうですね、何か探してって感じですね、うん。特に大きなその仕様変更とかっていうのは考えてない。そこまでもう言うてもそんなにがっつり車に金かけるつもりもないって。もう車熱も冷めかけてる。そうですね。もう今のこのまま現状で乗れるだけ乗ったらええかなみたいな。なるほどね。まあ十分ですよね。これもグラインダータトゥー、これはちょっと知り合いにやってもらったから、はい、ちょっと塗装が甘いから今色薄なってきたりとか。ああ、でも綺麗ですよ。プロじゃないんで、ね、うん、やっぱりそこはもう妥協で、でまあ、基本ギャルソン好きなやつはないものは作ってしまいなんで、はあはあ、このボンマスカってほんまメッキなんですよ。ああ、それを黒に色を塗っ て、この赤いので、そうですね、赤でスワロ貼って、はい、なるほどね。まあいろいろとそのオリジナルを見せながら。そうです、ね、まあ、色もそうですよね、差し色の赤もね。そうですね、あの入れるポイントとかね、色でここ白だったんで、うん、ちょっと黒と赤を入れてミスも使用的にですよ。はい、ちょっと悪っぽく見えますもんね。そうですね、うん、こんな感じでね、はい、じゃあ車熱も冷めたということで次はなんか新しい車を、車自体を見つけてください。まあ、僕らイベント仕様じゃなくてあくまでも自己満のミーティング仕様なんで。あ、なるほどね。そんなにイベントに、はいはい、エントリーするような車でもないしと、はいはい、自分が良かったらええかな。賞取るうんぬんとか、ね、そうそうそう、他人と比べるとかじゃなくて、もうそうじゃなくてもう自分が良かったらええかな。そうね、自分がもうこうしたいからこうしてるんやぞと。まあ、多分今やってるとこれはまだ未だに見たことないんで。ああ、僕も見たことないですよこんな。ワイパーはさすがにちょっと増えてきてるんですよ。あ、そうなんや。ワイパーは全面スワロ貼ってるところ向いてるんですけど、はいはいはい、あえてモノグラムにして、はいはい、このモノグラム柄にこだわったっていうか、まあ、その辺も統一しながらいうことだよね。ぶっちゃけ
こうモノグラムにした方が座るのは安くつくんですよ。まあいろいろな事情を加味してのこれやね。そうそうそう、はい、ただ時間はこっちの方がかかるんですよ、うん、形に貼らなきゃいけないっていうところがあるんで、はい、まあ車ね、ちょっと冷めたと言いながらもね、せっかくここまでした車ですから、まあそうですね、あの乗れるだけ乗ってください。はい、ありがとうございます。29万キロでしたっけ前、前はね、はい、次はもう30万キロ超えで、そうですね、今の車結構乗れるんでね、はい、乗れますんでね、乗れる、はい、大事に乗ってもらって、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。はい、ということで、ということでですよ、まあね、いろんなオーナーさんがいてはります。免許取って半年の方からね、29万キロまで幅広くね、いろんな車種いろんな車がいらっしゃいますんで、まあどんな車でも、まあ触り方いろいろありますけど、レアデーっていうのはね共通して入ってましたんでね、さすが生駒さんのお客さんだけあるなという感じでした。ということで本日は、生駒自動車さんでオーナー会4台紹介させていただきました。ありがとうございました。